停留場は、長崎県長崎市江戸町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は29。1号系統、2号系統が停車する。長崎港の最寄りの停留場である。港祭りや、精霊流し、長崎くんちの開催時は、多くの利用者があるため、当停留場を始発として、赤羽さ方面へ、臨時列車が運行される。 大鳩停留場は1915年に開業した、長崎電機の第1期線開通と同日のことである。停留場の位置と名前は開業以来一度も変更されておらず、これは長崎電機の路線開業より存在する停留場では唯一。ただ東停留場が長崎県庁舎の最寄りであることから、戦前には乗務員によって大鳩県庁前と呼称されることもあった。 大鳩停留場は、平用軌道区間にあり、ホームは、道路上に置かれる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる二本の線路を挟み込むように、廃されるが、互いのホーム位置は、は向かいに離れている。北寄りにあるのが、長崎駅前方面行きのホーム、南寄りにあるのが、新地中華街方面行きのホーム。精霊流しの際は、精霊線の走行経路上に、 長崎駅前方面ホームがあるため、危険防止のため交差点を挟んで南側に臨時のホームが設置され、通常のホームは閉鎖される。またこの時は混雑緩和のため停留場に改札係が配置され、通常の乗車扉からも降車できるような措置を取ることが多い。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、県営バス、 長崎バス大葉飛バス停周辺は長崎県の行政における中心地。大葉との交差点は市内でも有数の交差点である。かつては長崎県庁舎の最寄り停留場であったが、庁舎は2018年に移転した。名前の通り上機構の鳩場も近く、五島列島や洋島など近くの離島行きの船便がフェリーターミナルから発着する。 1969年までは、校内で運行される、連絡船も発着していて、大波とは連絡船と電車の乗り継ぎ停留場であった。フェリーターミナルは1996年に、付近の埋め立てに伴い移転したため、到底留場からは少し距離がある。その埋め立て地には、ショッピングセンター、夢田運務サイトが開業している。ABCD デングリ、アンド宮川 2000? p 5 7 a b c 今 m a o 2 0 0 9 p 5 7七百年史 P129 岡田翔平路面電車の電停西浜町なぜ2つ朝日新聞 P30ABCDE 電栗2 0 0 5 p 3 2 a b c 百年史 P130 川島 2013P48 川島2 0 0 7 p 1 1 9百年史 P124AB 電り。 アンドミヤ川 2000P59 ありがとうございます。